山形県のね、天童市というところなんですけども、将棋の駒で有名なところですね。まあ、山形県と、まあ、言いますとですね、まあ、最上川がこうですね、流れてまして、まあ、さくらんぼ、まあ、佐藤錦というですね、品種が、まあ、非常にこう有名な、地域でございます。まあ、この天童市でもですね、このさくらんぼがよく取れる、わけではございますけども、ただ、そのさくらんぼよりも、まあ、一番有名な、将棋駒などがありまして、これが世界、最大の、将棋の駒の生産地として、知られております。現在使われている、まあ、NHK 杯ですとか、あるいはタイトル戦で使われている将棋というのは、ほとんど、まあ、大体安いものでもう10万、50万、にしまして、本当に高いものになりますと、大きい値段をつけるものもあったりと、まあ、それくらい、この天童市では将棋に対する、まあ、熱い思いというのがこうあるわけですね。で、毎年春になりますと、この将棋に関するイベントというのが行われておりまして、2020年は、残念ながら新型コロナウイルスの感染症という、中止となっていたお祭りがあったわけです。これが、将棋という天王寺の桜祭り、一番有名なところ、来年のものですね、山頂広場におきましてのものが行われています。でですね、これは名前の通り、山頂にまつわった、にまとった、人間がですね、将棋駒になって、プロ棋士や対局を行うというイベントを毎年4月頃行われております。まあ、規模ですけども、大体、まあ、平年で言いますと、ね、5割前後がこの桜祭りに訪れているということで、お客さんたちも大変に来ているようになっております。雨になりますとですね、場所を移しまして、天童市役所の隣、天童市民の文化会館を大ホールにして、開催天童市周辺、市役所周辺には無料チェックが用意されていますが、もし、まあ、場合、満車となった場合には、違うところの調査の会長があるということで、まあ、無料チェックが、設けられております。バイズリ山に行く、まあ、ルートとしましては、いわゆる天童市、そして天童市役所、そして、天童市ワクチンランドから無料サクロバスが準備されておりまして、バイズリ山山頂までが、5分から10分で、インスタとか、また、同じ年齢の時があるんですけども、ある程度他の人も可能性があるので、その方でも年齢が低いので、歩いて1回しか行くことができないので、それくらい低い場所に桜島が見られるというのが、将棋駒の大きさですけど、弾道方向は 14.17m で、14から87m あるようになっています。1m の大きさは縦 1.5m、そして、横 1.2m で、
矛盾だらけでね、こういう感じで言うみたいなことはね、やばいのがあるかなと思うんですけど、まあ、これは、実際に何が変わるかというところには、まあ、それで生まれるのかなとは思うんですけど、まあ、自分で言うと、